平成26年1月11日、ハーバーシティ蘇我を会場として千葉市消防出初め式が挙行されました。今年の出初め式の標語は自助、共助、公助で作る地域の輪です。消防出初め式は消防隊員の日々の訓練の成果を披露し、安全安心な街づくりの願いを広めるための新春恒例行事です。式典では消防局長による訓示、千葉市長からの告示、舞台開演などが粛々と行われました。さらに平素から防災、救急、救助活動に尽力している職員や地域の防災に取り組んでいる地元消防団の方々が表彰されました。いよいよ消防職員、消防団員、自衛消防隊の皆さんによる分列行進が始まりました。続いて車両部隊の分列行進です。さまざまな災害の場面で効果的な対応ができる最新鋭の特殊車両が続々と登場します。さらに千葉市消防局が誇る消防艇松風が海から消防ヘリコプター大鳥1号大鳥2号が空から分列行進に加わります。ここで雰囲気はガラリと変わって千葉市とび伝統文化保存会の皆さんが入場してきました。はしご乗りの離れ技に観客は見とれていました。さらに消防音楽隊による演奏が式典に花を添えます。いよいよ出初め式のハイライトともいえる消防隊演技が始まりました。陸、海、空からの消防力を駆使した大迫力の演技が展開されます。火災が発生した建物から負傷者をいち早く救助するために地上と空から救助隊が活動します。さらに消防車やはしご車が駆けつけ消火と救出活動が同時に進行します。息のぴったり合ったチームワーク、そのスピード、日頃から厳しい訓練を積んだ隊員たちだからこそです。海の上の災害にはヘリコプターから救助隊員がダイブしました。すごい迫力です。無事に負傷者を救出した後、一斉放水によって火災を鎮圧、迫力いっぱいの消防隊演技が終了しました。観客からは惜しみない拍手が送られました。以上をもちまして平成26年千葉市消防出初め式を終了といたします。消防局の皆さんの強い使命感と高い能力、そして見事な訓練の成果に触れることのできる一日でした。